山崎でございます、えー、今日はあのファシリテーションの基本ということにテーマをさせていただきました、えー。RI ではディスカッションリーダーという言葉を使いますが、一般的にはファシリテーター、ファシリテーションということがあこの研修スタイルの呼び名になっております。でえー、今回、えー、私はあのいい デールになるにはやはりファシリテーションの知識が必要だろうということでそのことをお話ししたいと思っております今紹介いただいた委員会委員長副委員長はあの実は RI の研修リーダーでもありましてこのメンバーで日本の各地区を分割して担当していこうという計画でございます え実は皆さん、あの、国際協議会え、ガバナーエレクトがガバナーになるための研修をする、その時にえ国際協議会に行きますが、え皆さん、えー、RI でこの研修を積み、ガバナーエレクトによる分科会とかを積んでおります。で、えー、実は本番では、えー、5日間ぐらい、朝から晩まで、えー、ファシリテーターとしての基本を学んでおります。 5日間ですから、まあ、あの、だいたい60時間でしょうか。で、私自身は、ファシュテーションという言葉にあったのは、えー、ガバナー時代でして13年前、2008年です。えー、RLI のリネット委員長、えー、それからワーグ副委員長が、えー、私の方、地区の青森に来ていただいて、直接ご指導いただきました。 そのの時からの話でございますでこれを今から15分でお話しするということは実は初めから無理なんでしてそこで今日はその青森で使っている研修リーダーのための研修のテキストこれをご紹介しながらこのエッセンスだけをご説明させていただきたいなと思っております。 RI 参加者テキストの192ページからは、ファシリテーターとしての知識、そのためのページになっておりますが、私が読んでもやっぱりちょっと理解しづらいということで、私が編集しまして、青森独特のものを RI の使っているものとかを参考にしながら作ってみました。 で、この走っていたハンドブックについては、えー、もう、あの、事務局長の沢谷さんの方にデータでお渡ししておりますので、もし各地区で必要でしたら、えー、テキストで使えるように作られております。ちょうど60ページありまして、1ページ6枚のスライドでちょうど10ページのハンドブックができるというような作りになっておりますので、ご活用いただけたらと思います。 えー、目次を見てみますと、RLI って何から始まりまして、えー、ファシリテーションの基本の知識、そしてファシリテーターの仕事、えー、RLI、あるいはファシリテーションの,あの標準的な、えー、進行スタイル、えー、そしてファシリテーターとしての必要なスキル、えー、それから注意点、えー、さらに、えー、非言語的、非 言語的コミュニケーション。ま、あの、しぐさとか表情ですね。それから、特に使いたい言葉、そういうものをまとめております。まず、RLR って何ということなんですが、今ここに世界中に3万7千もの支店がある大会社がありますが、社内規定で支店長の任期が1年と定められています。どうです、皆様。こんな組織が えー、常にいい成績を上げることはできるでしょうか、えー。これは大変なことです。この問題の解決策は2つ。支店長の任期を長くするか、えー、新支店長たちにリーダーシップを身につけてもらうか。実はこれがあのリネット本部長がファシリテーター研修で私どもに話した出だしの言葉です。 当時は3万7000でなくて3万3000だったと記憶しておりますが、えー、とにかくそういうことをリネットさんがおっしゃっていました。えー、そ,しからそれから私の尊敬するビチャ・エラタクル、タイの元イ会,会長も、えー、ロータリーのリーダーは変わるが、ロータリーのリーダーシップは変わることなく継承されていかなければなりません。えー、そ,のそれを実現するために、 RLI を立ち上げたんだということをリネットさんはおっしゃっていました。えー、そしてファシリテーション、えー。これは日本ではまだまだあの馴染みがないんですが、えー、ただ皆さん、えー、ファシリテーションというよりも RLI でもう分かっていると思います。講演型ではなくて参加型なんだということであります。えー、これはなぜ、えー、これが効果あるかというと、講義を聞くだけでは 1>, 1ヶ月もすると残ってるのは5%ぐらいだとただグループで討議をすると50%ぐらいは残るよでも本当は人に教えるのが90%ぐらい残るからこれが一番というのはディスカンシオリンダがまさに一番勉強になるというふうなことだと思いますアメリカではもう歴史としてはもう60年ぐらい ファシュリテーションというものがもう続けられておりますが、日本ではまだまだ浅いですね。で、テイチングとコーチングとありますが、よくあの講演というのは、いわゆるあの一方的に話をする、もう一方、もう一方、あのま、あのテイチングということの中で言うと、 知識や経験のない人には有効なんですけど、ある程度自分の知識を持っている人たちに対しては、ティーチングでなくてコーチングだろうと。このコーチングの考え方の方が、ファシリテーションには近いかもわかりません。質問のやりとりの中から相手の中にある答えを引き出してあげる。そういうことだと思います。ただ、実際はコーチングとファシリテーションというのも、 これはイコールではありません。コーチングは個人への働きかけ1対1です。そしてコーチも当事者となりますが、ファシリテーションはあくまでもファシリテーターは中立的な立場として個人や組織へ働きかけていくと。その結果として組織の活性化や変革、そして個人の成長、行動の変化を生み出すというところが一番違うところかと思います。 さて、ファシリテーターの仕事ということなんですが、えー、もう分かっていると思います。進行役です。参加者に知ってもらいたいことを一方的に教えるのではないということです。えー、学ぼうとする意欲を手,伝手,助け手助けして学習を促進するという進行役であります。 ファシーテータの仕事は5つあると言われておりますが、まず参加者の発言を引き出す。実はこれはとても大事なことで、引き出さないと、その、まず成立しないということです。でも、ただ引き出すんじゃなくて、はじめにどういう内容から引き出して、最後にどういう形でいくか、2の場をコントロールする、デザインする。 そして皆さんの意見を集約整理をするそして会議のゴールへ導くということが大事です RLI の場合は実はあまりあのゴールを意識しない方がいいかも分かりません会社でいう企業でいうファシリテーターはこれがむしろ大事になりますみんなで何を共有するかということをはっきりしないとその会議の意味 がなないいととうことになるからですそして、ファシリテータの基本姿勢です。喋、えー、りすぎない、えー、雰囲気づくり、えー、そして、前向き、えー、肯定的な言葉をなるべく使うと。否定的、消極的な言葉は使わない。それから、教えようとするんではないんだということ。えー、これが基本姿勢だと思っております。 私ども、私も高野さんとか、もうアメリカで教わったのは、ファシリテーターの話す時間はいいとこ 10%, 10ぐらいにしろ参加者に90%なんだ。そんな気がしております。ただ、Zoom での RLI になると、少しこの、もしかしたら15%ぐらいがいいのかもわかりません。それから、 これはファシリテーターとして、企業としてこれを進行する場合は、ファシリテーターというよりも、ファシリティブリーダーということで、リーダーとしてこの企業をどういうふうに導くかというぐらいのところまで目指すべきだということが言われております。さて、標準的な進行スタイルです。 まず挨拶があります。そして質問があり、意見が、の発言があります。そしてまとめがあります。このスタイル、だいたい50分を使うんですが、その中でほとんどの時間が、この真ん中の時間ということになります。そしてその時間は健全な話し合い、そういう内容を目指すべきであります。まとまらない、意見が出ない、噛み合わない、こ,れこういうふうな 状態を作らないのがディスカッションビーダーファシリテーターの役割となりますセッションの組み立てのスキルがありますこれをあの分かりやすく言うとさっき言った全体の中では場のデザインを作るスキルが必要だとそれから質問と発言の中では対人関係や構造化のスキルが必要で最後には合意形成のスキルが必要と いうことがよく言われております、えー、ここはあの一つ一つは説明しませんが、水つけたいも効果的なス,クリーンス,あのスキルが一あります。聞く力、10まで、すべて大事なことですね、えー。これは今日時間の関係であの割愛させていただきますが、それからセッションでの具体的なあ留意事項。 これも8つ挙げられます、えー。参加者を笑顔で迎える。ま、あの今回は、えー、オンラインだとなかなかこれができないんですがあのリアルの時は、えー、入り口の時に立ってそこからもう、えー、セッションが始まっているということになります。そして、えー、時計これは今回はあ見るタイミングないし、えー、参加者と視線を合わせるこれもリアルでないとなかなか、えー、ないかも分かりません。 それから名前のことですね。えー、それからあ言い換える、寛容さ、発言。す、え、べ、ー、てこれが大事なスキ,スキルになってきます。それから、あ非言葉でないコミュニケーション、えー。これも大事なものがあります。視線、えー、声の質、表情、身振り、手振り。えー、沈黙も大事です。 えー、沈黙をあんまりこが、こら、怖がらないで、むしろ沈黙の時間の中でいろんなものが引き出されることがありますので、す、え、べ、ー、て、えー、こういう言葉だけでない部分の大切な要素があると思います。特に、あの、使いたいフレーズが5つあります。まず、えー、参加者が発言した場合、もう1回皆さんに共有するために、 えー、繰り返す。同じ言葉で、なるほど、そういうことですね、ということを確認すると。まあ、必ずしも確認する必要はないんですが、あの状況を見ながら、皆さんの理解しているかどうか、雰囲気見ながら、えー、同じ言葉で復唱するということはとても大事です。えー、ただ、えー、なかなかあの伝えきれない発言をする方があります。でも、それは、 こういうことなんですよねということを要約するそれもファシリテーターの仕事になりますそれからなかなかこう説明1分か2分ぐらいの中で言いたいことを言うこれも一つの訓練なんですがそれができていない方が多いですその時にはファシリテーターの中の方からこういうことですよねと言ってあげることも必要かも分かりません 中には、あの、否定的なお話ばっかし言葉を使う方もありますが、えー、それをリフレーミングと言いますが、肯、えー、定的な話に置き換えてあげるということも必要かもわかりません、えー。それからよく質問をする参加者があります。答えないことです、基本的には。あなたはどう考えてますか 他の方は誰かこれについて意見ありますかということで、ファシリテーター自身が答えると講演になってしまうということがあります。そして一番私があの大事だと思っていることです。教えるのではなくて気づかせること。これを一番気をつけて私自身はやっております。なぜかというと、教えてもらったことは他人事です。 自分で気づいたことあるいは自分の言葉だけが最後には身につくのだと考えております。えー、以上であの15分駆け足でしたが、えー、ファシリテーションの基本、えー、終わります。はい。